初代ダファリン・エヴァ公爵、フレデリック・テンプル・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドは、イギリスの政治家、外交官、貴族。1826年6月21日、トスカーナ大公国首とフィレンツェに生まれる。父は、アイルランド貴族の、第四代ダファリン・クラ男爵・ダンプリーセ・ブラックウッド。母はその夫人、ヘレン。イートン・カレッジを経て1844年に、オックスフォード大学。 クライストチャーチに入学した。在学中の1841年7月に、第5代ダンハリンクランボイ団爵位を継承した。1850年1月に新たに、連合王国貴族のカウンティオブダウンにおける、クランデボイのクランデボイ団爵に上され、貴族院議員に列する。1854年から1858年にかけて、自重たる議員を務める。 1856年のクリミア戦争のパリ、講和会議に出席した。1860年から1861年に、かけては、オスマントルコ帝国領レバノンで起きた、虐殺事件に関する調査を行う、シリア特別委員を務めた。1864年から1866年に、かけては、第二次パーマストン施策内閣のインド担当省政務次官。 ついで陸軍省政務次官を務めた。1868年から1872年にかけては第一次グラッドストン内閣のランカスター綱領大臣と主計長官を務めた。また1871年には教育についての王立委員会の委員長を務める。ダファリン卿がインド服を在職中に立てた総督官邸。現在はラーシュトラパティニワスと呼ばれ。 インド高等学術研究所が使用しているランカスター工領担当大臣辞職を機に外交官に転じる。1872年から1878年にかけてはカナダの総督を務めた。1879年から1881年にかけては在ロシア大使。1881年から1884年にかけては ザイオスマン帝国大使を務めた。英仏の繁殖民地エジプトが、ウラービー革命で揺れる中の1882年には、エジプト特別委員に任じられた。エジプト問題討議のために、トルココンスタンティノープルで開催された会議に出席し、首相、グラッドストーンの指示に従って、新英物的なエジプト復興をタウフィークを擁護し、トルコ軍内市列強諸国の軍隊のエジプト派遣を、 訴えて、ウラービー革命を抑え込もうと図った。1884年から1888年にかけては、イギリス領インド帝国の総督を務めた。在任中、内政面では、古作人の土地占有権を保護する立法を行った。外交面では、フランスとの接近を図るビルマをティーボーを危険視し、ビルマ侵攻を行った。ビルマ首都マンダレーを占領して、 ティーボーを捕虜にし、ビルマをインド帝国に併合した。またシムラーに新しい総督官邸を混流させた。1888年から1891年にかけては在イタリア大使。1891年から1896年にかけては在フランス大使を務めた。フランス大使時代には、フランス政府とタイヤ、 普領インドシナをめぐる植民地利権交渉に当たった。1897年から1900年まで、ロンドングローブ・フィナンス・コーポレーションの議長を務めた。1902年2月12日に、アイルランドのクランデボイで死去。75歳だった。インド総督時代のダファリン卿ベルファストシティホール前の、ダファリン卿の像1841年7月21日に、 父プリーセブラックウッドの死去により、以下の爵位、順段爵位を継承した。1850年1月22日に、以下の爵位を新規にノブされた。1871年11月13日に、以下の爵位を新規にノブされた。1888年11月17日に、以下の爵位を新規にノブされる。1862年に、陸軍将校の娘。 ハリオット・ローワン・ハミルトンと結婚。彼女との間に以下の七子を設ける。ありがとうございます。